フジテレビューをご覧の皆さん、爆笑問題です。本当さん、今年結構地獄が多かったですね。結構フジテレビでは地獄を見た ね結構ね、うん、まず生クリームで頭を打って、うん、あれはもう逆に天国かなと思って、ね、まあまあね、よくわかんないけど記憶ちょっとなかった、うん、ね。それからあと27時間テレビでも外しまくって、ね、はい、これも本当の地獄でしたね。それであのネットニュースに、うん、あの数字の悪かった先輩は先輩は太田だって書かれて、うん、なんで俺ワンコーナーしか出てないのに、うんうん、そんなことを書かれなきゃいけないのかなって思ったりね。あんま相性良くないね、フジテレビ。なんかあったかな、でも。いや、なさそうだね。そうだね、あんまりだから、うん、求めてないけどね、そんな天国なんてものを、うん、まあね、うん、大抵そういういい思いなんかあんまないしね、普通に生きててね、うんうんうん、まあとにかく毎日こう手仕事があって、でこう田中の笑顔が見れることが俺気持ち悪い。お前、俺はあんまお前にとって、うん、俺は笑顔そんなしてない。彼次第です。彼がもう機嫌が良ければ俺はもう何でもいいんです。お腹どうなったって機嫌悪くないから別に、うん、ね、うん、一番今年あの嬉しかったっていうか天国なのは、あの巨人ファンなんですけども、あの巨人のファン感謝デーで、ね、満員の東京ドームのマウンドで、うん、今年引退をする阿部選手に投げたっていう、もうこれはもう本当にマジの天国でしたね。こんなもう嬉しい経験はなかったですね。地獄はそうですね、もう毎朝毎朝もう地獄のような感じで、子供3人いましてね、もう朝からとにかく起こさなきゃいけない、なんか食べさせるだ、まあ、ママももちろんですけど、もうぐちゃぐちゃなんですよ。で保育園連れて行くだなんだで、雨で寒いくてとかで、もう傘で子供抱っこして保育園行くのとかはすごい地獄だなと思う時ありますけど、ただまあでも可愛いんでね、まあまあそこはそんなにこう悩んでるとかストレス溜まることはないんですけど、まあもう本当に目まぐるしいですよ毎日毎日。爆笑問題の天国が地獄は12月27日の放送です。見てねー。